これアンブロでっていうブランドですね、まあ、おなじみもらったんですけど、やっぱオアシスとかね、やっぱアンブロ着てるイメージがありますね。やっぱサッカーシューズっぽい感じっていうのが、なんかあんま履いてるやつ見ないなっていう、逆に渋いかなって感じで履いてます。はい、まあ普通にスタンダードのアディダスとかが多いですけど、あとマーチンとかブーツとか、まあ本当、まあ自分じゃ買わないですよね、これ。クリエイティブチームを一緒にやってるスタイリストの良平ってやつなんですけど、なんかそいつが仕事でなんかサンプルもらったみたいななんかこれはなんかすごいスタイリッシュというか、まあ、サッカーをあんまり知らないからかもしれないですけど、すごいスタイリッシュですよね、形が。だごついのとかあんま履かないですね。なんだっけな、あ、ディアスポラがなんかアンブロとコラボしたのとかもすげえかっこよくて、ただすぐ売り切れちゃってで買えなかったんですけど、これから熱いんじゃないですかでね、アンブロ。これはマイキータっていうドイツのブランドのサングラスなんですけど、なんですか、めちゃめちゃ軽いんですよ。で俺サングラスは好きで多分10本くらい持ってるんですけど、やっぱマイキータの作りはすごいなんか素晴らしいですね。もう本当に異常にこれはなんていうんですか、骨組みだけみたいなモデルなんですけど、まあ、ここの、ね、ブリッジもすごいいいですしって感じで、高いんでこれも5万くらいするんで、2本くらいしか持ってないですけど、最近あんまつけないですけど、なんかサングラスばっかかけてるのかなってこれもなんか譲り受けたんですけど、先輩から。まあ、なんですか、これ着てわかるんですけど、すごいこのシルエットがめちゃめちゃタイトというか、ここに、なんか、こうなってる。こういうレザージャケットあんま見たことなくて、友達がまあ、マッチョになって入らなくなったみたいな。体でかくなったら、まあ、すごいタイトなんで、細くないと入らないんで。って言って着れなくなった。ありがたい。めちゃめちゃ俺がめちゃめちゃいいなってずっと言ってたんですけど。ああでもあげますよ俺も、なんか使わなくなったものとか。これももらい物なんですけど、ハイダーアッカーマンっていうすげえかっこいいブランドがあって、俺がそこのブランドのファンというか。っていうのを知ってか知らずか誕生日にいただいたものです。ハイダ・アッカーマンっていう人のなんていうんですか、ショーがまずすごいかっこよくて、マットでそのショーの女の人を使って映像を作ったりとかってしてたぐらい、なんか好きな作家というかデザイナーですね。はい、基本的に物をそんなにコロコロ買えないというか買わないので、やっぱり着ていてその長持ちするというか味が出るものっていうのはやっぱり重視しますね、物を選ぶとき、まあ、もらっといて思いますけど、やっぱすぐ使えなくなるものよりはちょっと高くてもやっぱずっと使えるものっていうのはやっぱり基準ですから。